チームフローの宮越大樹です。NLP から僕が学んだこととか、それからね、コーチングカウンセリングにどんな風に使ってるかということを、 NLP を学んでみたいという方とか、それから、NLP をね、学んだけどもどう使っていいのかなっていう方に向かって解説してきました。で、大切なのはね、人間は何かのプログラムに基づいて動いてる。で、プログラムの書き換え方は、何かね、五感を使ってこう何かの体験をしていくこと、そして何か言葉を使ってコミュニケーションの取り方を変えていくこと、そういうことでプログラムが書き換わるんだというのが NLP の考え方でした。で、NLP の、ね、なんか具体的な技術に行く前にですね、まあ今日も技術のことについてもお話ししますけど、前に本当に大切なのは考え方。自分は人生でどんなことでもできるんだ、そのことに気がついた上で本当に何が大切なんだろう、目的について考えましょうということをお伝えしてきたわけです。で、じゃあ目的はどうやって見つけるのかです。で、目的を見つけるときに、そして前回お話したようにそれに基づいてね、何かふさわしい適切な目標を設定するのにどんなことを考えたらいいか、それも実は NLP も教えてくれてますし、コーチングカウンセリングでも、似たようなことっていうのをね、やってみたりすることがあります。で、それは何かっていうとね、なんで目標とか目的に気がつけないか、もしくは何かね、はっきりしないのか、目標目的がっていうと、クライアントさんであり、まあ、自分ね、人間の視野が狭いからだっていう考え方があります。要はね、なんか過去の一時期のことばっかり考えてたり、現状の何か問題のことばっかり考えてたり、まあ未来こうなるしかないよね、何かこう閉じられたところに意識を向けて狭い視野で物事を捉えていると、なかなか本当はどうしたいのの答えが出てこないわけです。だから視野を広げましょう。いろんな観点から人生を見てみましょう。自分の人生の過去、現在、未来、過去のさまざまな体験、未来のさまざまな可能性、そして他に生きているいろんな人たち、そういう人たちから学ぶことで自分が本当にどうしたいのかのヒントを得ましょうっていうのが、まあ、NLP もやりますし、コーチングなんかでもやる一つの考え方なわけです。で、NLP では、ね、タイムラインというものを使ったりします。まあ、実際に床を歩いたりしながらですね、まあ、過去から未来に向かって、そういえば過去どんな体験してきたのかな、ね、過去のいろんな出来事を思い出してみたりしながら、そして現在今どんな状況なのかな、で、じゃあそれが1年後どうなってたらいいのかな、3年後どうなってたらいいのかな、5年後どうなってたらいいのかな、で、未来のことを想像する。そういうふうに過去と現在と未来と分けて想像してみることで、あ、そうか、過去はこんなことがあった、あ、現状こんなだ、で、あ、未来こうなることを望んでるんだ、それは何のためだろう、そのさらに先の未来を想像してみると、もっとこんなふうに生きたいからだ、もっとこんなふうに会社に貢献したいから、もっと家族とこんな時間を過ごしたいからだ、自分の人生の大切にしてることが未来の側に出てきたりすることもあるし、過去すごく楽しかった時とかうまくやれた時のことを思い出してみると、そうか、自分はこういうことを大切にしてたんだ、もっともっと自分で、ね、何か探求する、自分の成長のために頑張る、そういうことが自分にとって大切だったんだ、過去の体験の中から気がつくと、じゃあ未来もっともっと自分が何かを探求しながら成長するためにはどんなことをしたらいいんだろうか、目的意識に基づいた目標が作られたりするわけです。で、そういうふうに過去現在未来を分けながらですね、しかも、物理的に体を移動させてね、気持ちを切り替えながら何か視野を広げていく、その中で目標とか目的を見つけていく、設定していくみたいなことっていうのを NLP なんかではタイムラインというワークで行ったりするわけです。で、僕のところではですね、もう少しね、視覚的に分かりやすくですね、タイムラインで何をやればいいのかということを、こんなふうに説明をしています。で、これのことを、チームフローでは目線切り替えマップと呼んだりしてますけれども、直線の、ね、タイムラインを歩くだけじゃなくて、こういう、ね、マップの中を行き来しながらいろんなことについて思いを巡らせてみましょうというのを、まあ、タイムラインの応用アレンジとしてやってるわけです。皆さんも、ね、タイムラインの理解を深めるのに、役に立つ考え方を含んでると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。過去、まあ、現状、未来、その先の未来、さっき、ね、メタアウトカムといったものにも近いですけれども、前回、そんなふうにまずタイムライン、過去から未来に向かって進んでいるのを大きく4つの領域に分けてます。現在どんな状態なのか、で、過去はどうだったのか、そして未来どうなるのか、その先の未来どうなるのかです。そして大きくプラス系とマイナス系に分けています。過去うまくいかなかった時、嫌だった時の思い出、そして過去すごくうまくいった、うまくできて楽しかった思い出、そして未来こうなったらいいなという未来、こうなるのは嫌だなという未来、そしてそれを超えた先の本当は何の制約もなかったらこうなったらいいっていう未来、このエリアの中を行き来しながら目的を見つけていくわけです。どういうことでしょうか。何かね、現状、
会社での人間関係なんか変えたいなとかね、会社のなんか状態変えたいなとモヤモヤっとしてるとします。で、具体的に会社の中でですね、何が嫌だったのかって話を聞いていきます。上司との関係で、部下との関係で、具体的に辛かったこと、嫌だったこと、その中でも特に何が辛かったのか、なかなか自分のことを認めてもらえないとかね、自分の能力を発揮できてない感じが辛かった、じゃあもっとどんなふうに未来自分の能力を発揮できたらいいんだろう、どんなふうに上司と部下とコミュニケーションが未来取れてたらいいんだろう、実は過去のこれまでのマイナスのエピソードの中にある嫌だったものっていうのをしっかり見つめていって、じゃあそれがどうなったらいいんだろう、反転させていくと未来大切にしたいことが気がついていくことができるわけです。こんなふうに目標も設定できますし、過去のね本当に嫌だったことの中から本当は何を大切にしたかった、本当はどうなりたかった、いやもっと能力を使って貢献すること、自分の能力で組織に影響を与える、人に認められる、それが大切なんだ、目的に気がついたら、その目的に基づいて、じゃあいつぐらいまでに、今年の年度末までに例えばどんなことができてたら本当に自分の能力で貢献できていると言えるんだろうか、営業でこういう商品をこういうお客様にこれぐらい売ってくる、でそれができてて、しかもそのやり方ノウハウっていうのをちゃんとまとめて部下に教えられてる状態で、部下もこれこれのことができてる、でそういう状態が作れてたら、あ本当に自分の能力で貢献してると思えるな、こんなふうに、これまでの嫌だったことを入り口にしながらね、本当に大切にしたい目的に気がついて目標設定していくみたいなことができるわけです。でまあ、そのパターンで出てこなくてもいろんなやり方があります。過去すごくうまくやれたとき、楽しかったとき、満足のいってたときっていうのは何らかの目的が満たされてたりとか、自分の価値観が満たされてた可能性があるわけです。で、そういうときに遡って、なんであの前の部署にいたときは楽しかったのか、うまくやれたのか、やりがいがあったのか、そこから学びながら、ああそうか、やっぱり部内の人間関係がこんなふうにお互いに支え合うとか刺激し合うみたいなことが大切なんだ、じゃあうちの部も将来どうなったらいいのかな、目標設定していく、目的に基づいた目標設定していくみたいなこともできますし、未来のマイナス、このままいったらどうなっちゃうのかなとか、どんな会社だったら働きたくないと思うかな、未来のマイナスについていろいろと考えていく中で、あそうか、じゃあそうじゃなくて未来こうなったらいいんだ、なぜなら将来の目的とか、それから目標が見つかってくることもあります。そして本当はその先どうなったらいいの、メタアウトカムですね、目標の先について考えていくことで、その先には自分が例えばコンサルタントになってこうしたいとかね、自分が上級管理職になったらもっとこんな組織を作りたい、でそれは何でなんだろうか、その理由を考えていくことで明確な目的意識に基づいて目標を設定していく、じゃあ今年はどうしよう、3年後はどうなってたらいいだろうかということが出てくるわけです。でこんなふうにタイムラインの上でですね、マイナス系のエピソードからもプラス系のエピソードからも学びながら、過去現状未来その先の未来からも学びながら、自分の目的、人生の目的を明確にしていくとか、それに基づいて目標設定をするということができるわけです。ですから、まあ、ただ歩いてみるっていうだけじゃなくてね、そこに少しマイナス系のエピソードからも学ぶっていう考え方であるとか、それからあとはね、未来の目標のさらに先の場面っていうのを思い描いて、そこから目的について考えてみるとか、何のための目標なのか考えてみるっていうアイデアを入れるだけで、より目的に基づいていろんなアプローチができるタイムラインに変わっていくっていうことです。で、時には冷静にね、ちょっと脇に出て俯瞰してみるっていうことです。NLP でもね、傍観者体験とか自殺処理するっていうことを言いますけれども、外側に出て、自分のやってきたことを振り返ってみるとか、話したことを振り返ってみるってしながら整理をかけていくとか、客観的に見てみるっていうこともできるわけです。そしてですね、 NLP にはもう一個モデリングという考え方もあります。自分のモデルになる人から何かを学んでいく、目的を見つけるっていう意味では、自分の憧れの人、尊敬する人、いいなと思う人を選んでみて、でその人になりきってその人の体験をしてみる、想像してみる、そういうことをしながら、あそうか、私本当はこんなこと大切にしたいんだって、もっともっとチャレンジしたいんだ、もっともっと国際社会に出ていきたいんだとかね、もっともっと何か子どもたちに対して勇気を与えたいんだ、どんなことでもいいですけれども、何か尊敬する人、憧れの人の体験を疑似的にすることで、その人になりきってみることで、その人だったら何をするんだろう、その人はどんな日常を生きてるんだろう、想像しながら、その人を入り口に自分の目的に気がついていくってこともできますし、モデルのマイナス、この人みたいにはなりたくないっていう人、どうしてなのかを考えることによって、あ、自分はもっと本当はこんな風になりたいんだ、これをやりたいんだ、自分の目的に気がついていく、まあ、反面教師ですね、そういうこともできるわけです。ですからタイムラインとね、それからモデリングの発想をしながら、でマイナスのエピソードもうまく活用しながら目的を探していくっていうコンセプトを持つだけで、実は
目的がより明確になりやすくなったり、目的に基づいた目標っていうのを作れるようになるんだっていうことです。そして繰り返しになりますけれども、目的目標が見つかったらそれを満たす手段を考えて実際に行動していく。で、今までと違う行動したら、行動の結果から我々は新しいことを学ぶことができますし、そしてその行動がどんどんと、ね、洗練されて目標に近づく行動になっていくべくほど、加速度的に自分の目標っていうのは実現されるようになってくるわけです。ぜひこんな風にね、NLP で学んだこと、教えてくれてることをどうしたら実践に生かせるのか、自分の人生に、クライアントさんの支援に生かせるのかということを考え続ける、そして実験してみる、練習してみる、このことがとても大切だと思います。